こんばんは、耳の前ムービーです。北海道札幌グルメの旅、さて今夜はどんなグルメの旅になるでしょう。お楽しみに。いいもの重いよ、ね、はい、海鮮チラシの違う海鮮チラシか、かわいいね。カニ、刺身、サーモンかな、うん、あ、おいしいねうん、おいしいよ。今から食べます。はい、うおー、うまそうだあー、なにこれ、味噌汁、鉄砲汁。なんで鉄砲っていうの。鉄砲で打つと死ぬで当たると死ぬで、鉄砲汁。ああ、タラバガニ入ってるね。美味しい、美味しい。熱い。うまい。うまいね。うん。マグロ入っとるよ。埋め立ったけど。だからやっぱりさ、これさ、容器が小さいんだって。うん、容器大きくすれば大きく見えるのに。そうそう。何これ、なんかボタエビかな、うん、一か歯ごたえ、でもかけすぎちゃった。そうか、これ醤油漬けだから醤油に入れるか。ウニもうまそう、うん、今季節なの、ウニ違うよね。じゃあ全然の時間あるって、やっぱり伸びることがいいと思う、うん、せっかくこの人だった。大丈夫、割とご飯がね、うん、ぎゅうぎゅうに詰まっとるでね、うん、ご飯はそんな少なくなかった、うん、あ、なんか溢れた。はあ、うまかった。味噌汁、カニ汁。どうしようかな、この後。ルターは行かなくていいの？そうか。いかがでしたか、今夜の耳の上ムービー。ではまた次回もお楽しみに。